絶望名人カフカの人生論、柏木弘樹さん編訳より抜粋してお届けします。人生にはカフカの言葉が必要な時が、生きることが苦しくて仕方ない時、気持ちが落ち込んで仕方ない時、ポジティブになんてとてもなれない時、死にたいと思った時、ぜひこの本を開いてみていただければと思います。カフカのネガティブな言葉たちは意外にもあなたに力を与えてくれるはずです。最後に、僕の本があなたの親愛なる手にあることは、僕にとってとても幸福なことです。カフカ。お聞きいただきありがとうございます。絶望名人カフカの人生論、何度も読み返したくなる本です。柏木弘樹さんの新しい本、絶望図書館もこの11月8日に出版されます。こちらもすごい楽しみですね。それではまた、エイリーでした。